A. オッフェルトリウム。ロシアは、ロシアの作曲家、ソフィア・グバイ・ドゥーリナが1980年に作曲したバイオリン競争曲である。作品は、その後、1982年と1986年に改訂された。作品は、世界中をツアーする際に、グバイ・ドゥーリナを国際的な注目を集めたギドン・クレーメルに捧げられた。オッフェルトリウムの移植は、 グバイドゥリーリナとクレーメルがタクシーで一緒になった時に偶然会話したことから始まった。当時、クレーメルはグバイドゥリーリナの作品をあまり知らなかったが、彼女の作品を聴いて感銘を受け、バイオリン競争曲を書いてほしいと軽い気持ちで依頼した。そのリクエストが作曲家の心に残り、その偶然の出会いからオフフェルトリウムが制作された。グバイドゥリーリナは、 1979年の夏から制作をはじめ、ピョートル・メシャニノフから音楽的アドバイスを受け、1980年3月に完成させた。彼女はクレーメルの演奏スタイルからインスピレーションを得た。特に相反するものやその意向を扱うクレーメルの演奏や、彼女が音色に完全に自己を委ねる。と認識したクレーメルの音色を利用している。オフェルトリウムは、 作曲された人のために、そしてその人から捧げられた作品の一例である。しかし、作品の完成後、オフフェルトリウムの上演の見通しは立っていなかった。捧げられ、演奏を託されたクレーメルは、2年間の世界、公演許可期間を終えてもソ連に帰らず、モスクワ政府と対立していた。グバイドゥルナは、西側に残ることを選んだクレーメルに、 自分の作品が演奏されないのではないかと心配していた。また、当時は宗教も問題になっていたことから作品の題材も演奏の障害になった。そうした状況の中、グバイドゥルナは出版社のユルゲン・ケッヘルに頼んでソ連の著作県庁を経由してクレーメルに楽譜を密輸してもらった。オフェルトリウムは1981年にクレーメルと レイフ・セイゲルスタム式の ORF 公共楽団によってウィーンで初演され、その印象的な美しさがすぐに評価された。ロシアでは、1982年にオレグ・カガンとゲンナジー・ロジェストビンスキー式の文化賞、公共楽団によってモスクワ音楽院大ホールで初演された。グバイドゥーリナは短縮版の作成を依頼され、1986年に 作品を改訂することで完成した。独創バイオリン、ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ショークラリネット、ファゴットに、ホルンさん、トランペットさん、トロンボーンさん、チューバ、ティンパニ、バスドラム、ボンゴ、チューブラベル、クロタル、グロッケンシュピール、ギロ、マリンバ、サイドドラム、サスペンデットシンバル、タムタム、テンプルブロック、トムトム、トライアングル、 ビブラフォン、ムチ、フットブロック、シロフォン、ハープニー、ピアノ、弦楽合奏彼女の他の多くの作品と同様に、オフフェルトリウムには宗教的な要素が含まれている。オフフェルトリウムという名前も、ミサ曲の中で司祭が用意したパンとワインを捧げている、間に歌われる部分にちなんだものである。この作品は、十字架にかけられた、キリストの犠牲、地球を創造した神の供物。 演奏家の音色への犠牲、作曲家の芸術への犠牲、そして主要な音楽テーマの崩壊とその後の再構築への犠牲など犠牲特物の概念を包括的なテーマとしている。この作品はフリードリッヒダヨがヨハンセバスチャン・バッハに与えた音楽的テーマを中心に構成されています。この主題はバッハの音楽の捧げ物の基礎としている。グバイドゥーリナはこの主題を ウェーベルンのような音色旋律の手法を用いてオーケストレーションし様々な楽器に渡してそれぞれの音色を活かしています。助走では最後の音がないだけでほぼ完全な形で主題が提示される。続いてソリストが登場しテーマの最初と最後の音を一つずつ削っていく一連の変装が始まる。主題が消滅した後中央部は自由なラプソディーとなる。 最後は、ロシア聖教の賛美歌のようなゆっくりとした弦楽器のコラールである。その下で、ハープとピアノが主題を一音一音。逆に、再構成していき、最後に独創バイオリンが完全な声明を出すことで、完結する。ありがとうございます。